どうもメイフェイスのリタです。よし、サムです。カシガチャムです。わーわーパパパ。というわけで、お久しぶりすぎる全員集合メイフェイス。よいしょ。よいしょ。まあ狭いね、科学。そうね、ギリだね、ここの家でやると、今日は第2回の質問コーナーをまあのんびりとやろうかなと。はい、のんびり。すいません、急にちょっと突然なんですけど、質問たくさんありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。いや本当はね、こういうのは動画中に言わなきゃいけないんですけども、まあ正確に言ったら最後の方には言ったんですけども、やっぱなんか編集今してたら最初の方に言えばよかったなって、この感謝の気持ちっていうのはやっぱ伝える時に伝えなきゃいけないなと思ったんで、今こうやってね、あの急に撮ってるんですけども、すいません、大変お邪魔しました。失礼します。質問コーナーどうぞ。思いますよ。はい。前回何年前だ、2ぐらい経ってそうだよね。1年半とか。そうね、そんぐらいじゃない。昨日か。あ、昨日みたいな、もう昨日みたいな。昨日アップしたの質問コーナーから。違う。第1回の質問コーナーは結構ボケというか、はい、なんかリクエストとかそういうの重視とか。そうですね、だったんですけど、今日はなんかもうガチの質問コーナーというか、皆さんが気になってそうな質問とかを真面目に答えるっていうか、のんびり真面目にね。真面目によろしいでしょうかね。よし、それでは早速やっていきましょう。タイム。じゃあ最初の質問ですね。はい、身長はいくつですか。はい、全員ほぼ一緒くらいじゃない。そうなんだよね、結構。うん、最新のやつまだ伸び続けてる。最新のやつ。最新のやつ。はい、吉村169.2。あ、出た出た。ちっちゃ。ちっちゃ。やめろ。160cm 台。いってけいってけ。なんかその点で言うの超ダサくね。ダサいね。少しでも。もうちょっと。170cm。え、もし、うん、もちろん意外と、スタイルが意外といいから高く見えるのか。その顔がお前僕も170ぴったなんですよね、もうずっと。ああ、私も170とかだったんですけど、最新だと171になってました。あ、マジ。はい。へえ。北村も細いから高く見えるね。確かにね。で、ガングロはで、俺は昨日が170 で、 で今日の朝測った175ぐらいかな。どういうの。でもリアル175だよね。うん、だね。そう、ガチャもいでかい。高いね。ダントツだね。割とダントツ。え、70? そうなんだ。意外と並べたらそんなことない。5センチって多分そんなにあれなんだね。一番チビはこいつだもんね。そうですね。はい、言うこと聞けよ。言うこと聞けよ。おかしい、おかしい。カズシってその喋り方以外できるのって来てるよ。この問題俺らでもね、議論になってるというか、うんうんうん、なんか問題になってんだよ、うんうん、マジで喋ってみて。エピソード、そう、エピソード自己紹介してよ。そう、こんにちは、です。そんな喋り方じゃなかったんだよ、プライベートも。わかんなくなっちゃってんだよね、俺職業病でしょ。うん、完全になっちゃってるね。前までは割とカメラ回ったらこの喋りだったけど、うん、最近回ってなくてもマジでずっとこれじゃん。確かに。やばいね。どうすればいい。どうしよう、俺。どうじゃ、うわー。始まったよ。着地見失った。私は今18歳なんですけど、メインフェイズの皆さんは18歳の時何をしていましたか。18か。5年前なんだ。それこそ YouTube 始めたての、ね、17ぐらいの時に始めてんのか俺ら。キタリタイワは YouTube を始めたって感じ。うん、でも俺らさ、部活さ結構リゴリだよね。そうだね。部活終わり引退して解放されて、解放されて野球とラクロスやった。そう野球とラクロス。ラクロスから俺ラクロスに変更した。おとなしい癒し系の女の子と、おしゃべりでいつも明るい感じの女の子だったらどっちを彼女にしたい。だからおとなしくて癒し系が、うん、一緒に楽しんでくれる明るい系。どっちもいいなって感じだよね。どっちもいい。これは結構究極。やっぱ俺らさ、恋愛チャンネルでもあるじゃん。そうだね。そうね、そうね。恋バナチャンネルで。じゃあ癒し系の方がいい人、せーの。あー、わお、おお、圧倒的。圧倒的だね。じゃあお前あれか、ラクロス系か。うわすごく素朴な質問でごめんなさい。皆さん何歳ですか。僕は42です。あ、ちげえな。最初から嘘つくな。これ4だ。そうだ、4だ。あ、4だった。 4になった。大きくなったね。どういう数えか。62。62って何。62。あ、6じゃない。62じゃん。大きくなったね。バラバラだな。数は2ヶ月2ヶ月出来上がる。趣旨間違ってない。真面目に答えるやつじゃん。そっか代わりにボケたくなるじゃん。ボケたくなるんだ。で、要は23です。うん、俺でちゃんと答えるんだ。旅行で行ってみたいところ、これはあれだね、なんかメインフェスで行きたいところで考えね。確かに、そうね。大阪行きたい
きたいよね。あ、大阪行きたいわ。これユニバに行きたい、ね、ずっと前から行きたいな。ユニバ行きたい、楽しみて。九州もいいな、うん、お酒飲みたいな。そうだね、なんかそう食べ歩きとか。いや別に食べ歩きはしたくない、うん。いや俺最近割とスノボ行きたいんだよね。スノボ行きたいわ。スノボ行きたい。今このメンバーでほんとないもんね。で、茶色ピンクの上伝説の画像あるかな。あったら出してな。なんか初めてスノボをやるときに、ウェアとかないじゃん、レンタルしとろ、ホイッとされたろ。アホみたいな配色だ。上がピンクだっけ。あ、違う、上が茶色、上が茶色と下がピンクだよ。わけのわかんない配色なされて。女の子の髪型は前髪ある方が好きですか、それともかき上げの方が好きですか。あ、これもな、俺はこれ一択だわ。普通に前髪ある派の人、せーの。あー、これ全員なんだ。うん、いやだがしかし、こういうカールをしててこっちから柔軟でバーンって。いるじゃん、ああやって前髪さ巻いてる、うん、でさ横から見ると穴開いてんじゃん、うん、俺とガチヤマ大学の時あれ柔軟ヘアーって呼んでた。横から本当はペッタンクなんだけど、横から柔軟打たれてピョンクロン。セット1秒風でもセットの仕方ですね。おはようっつって、あーセットしなきゃ、ダーン。メインフェイズが選ぶメインフェイズのおすすめ動画は、あ、これかー。ちなみに僕は黒ひげ動画。あ、俺も出た。マジダントツね。ワンピースに黒ひげってキャラがいるんですけど、うん、まあ、その黒ひげっていうキャラクターが YouTuber になったらってやつで、ワンピース知らないとちょっと理解はできないんだけど、あれがマジで一番好き。俺は俺討論会かな。討論会シリーズ。あれはやっぱ普通に見るわ。あれ撮ってて楽しいよね、めっちゃ。そう、楽しいんだよね。飲み毛面白いね。飲み毛も面白いけどね。全員揃って動画出す日はいつ、いつと。なかなか揃わないからな。今日も揃ってないし。揃ってんな、ガンガン。柴又が今日。柴又、あの、柴ちゃんね。柴ちゃんあんま来れないらしい。出勤なんだよ。今日出勤。築地に。築地？今日築地。魚売ってんか。違うけど、何バカにしてんの。いやいや。お前、柴田くんバカにしてんの。柴田くんなの。柴田くんなの。柴田タクシーね。あ、柴田タクシーね。街中で声かけても迷惑じゃないですかって。え、かけられたことある？俺一回だけある。ああ、マジか。来たも一回あるんだよ。つい最近。そう、あ、行ってたわ。そう、ディズニーで。え、いいな、マジで。センターオブジアースで。あ、センターオブジアースで、タワーオブテラーだ。そこはいいよ、別に。タワーオブテラー。そこはいい。もし、それで街中から話しかけられて、その喋り方すんの。一人だよ、一人。確かに、確かに。こんにちはーって。メイビーズのカズイさんですかって言って、うん、どうだよ。何だよ。こーめっちゃ奥まで行ったよ。こっから先 200m あるんだよ。ないよ。ないんだ。あれな。ルームシェアしてそれぞれ役割あるのと、まあここの3人の話になっちゃうんだけど。そうなの。下岩、リタはそれぞれはないか。俺逆立ち。あ、じゃん役割。俺3点倒立。こんにちは、いつも楽しみに見てます。皆さんの日々の楽しみを教えていただきたいですと。うん、日々の楽しみ、これ大事ですよ。日々の楽しみ、うん、俺はすごい大事にしてる、こういうの。あ、日々のね、そういうの見つけるっていう、うん、確かにね。俺喧嘩え、喧嘩やめた。最近何やったの。18、俺今喧嘩のだいぶ減った。日々の楽しみ何、みんなは。まあ俺とガチャマ以外みんな喧嘩しないもん。そうね、そこ楽しみになんない。うん、ガチなんですよ、ふざけないで。うん、あ、松井くん。確かにお前長いけどさ、松井くんええやんね。松井くんしてんの。俺はやっぱスマブラとか、音楽聴いたり、なんだろうな、ライブ行ったりっていうのを結構楽しみに。でも今度撮影、普段仕事してるから、この撮影も日頃の楽しみではあります。自分を漢字一文字で表すと。いやー、難しいねー。はい、これ笑っちゃいけないでやりましょう。え、ボケとかいらないからね。なんか思いついた人から言って言うじゃん。オッケー。自分的に見た時にしよう。そうそうそう。なんで肘。なんで俺肘やってんだよね。野球確かやってんだよね。そうそう、離断性骨軟骨炎やったもんね。それ自分の一文字で肘やるの、すごい一番あるんだよ。一番俺村。なんで三好村上だから。あと村田。あと週2で村田、名字。ああ、変えれるもん。変わり変わりだな、変えれる。俺は唇。ああ、一文字の唇。確かにね、太いもんね。これ線。理由は聞かないでよ、僕は。うん。あれ、ガチャマン？俺、血芸。でも
ほんと皆さん質問たくさんありがとうございました。ありがとうございました。次はじゃあ2日後に第3回やろう。ヒント、はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、 Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ローリングサンダー。